後悔が凄まじくて、その分を絶対取り返すって。で、好きなこと仕事にするなんてそんなんできひんよっていうやついるかもしれません。うるせえわと。僕は実際にたくさん行動しました。0円でヒッチハイクで日本一周に挑戦しました。空き家を改装してカフェバーを作りました。アメリカ大陸を横断しました。ユーラシア大陸を横断しました。はい、こちらです。今日は大学生のうちにやっておくべきことトップ3というタイトルでお話したいと思います。軽く自己紹介。1992年生まれの27歳です。神戸大学の工学部建築学科を卒業してリクルートという会社に新卒で入社しました。そこで今3年営業マンをやってます。で、今リクルートで会社員として働きながらも副業として2つやってて、1つがコーチングとボディメイクのサービスを提供する株式会社ゴールビーという会社の代表取締役をやってます。2つ目が自分自身プロコーチとしてコーチングを提供してます。今会社員として働きながら副業としては副業月収100万円ぐらいです。そんな僕は今日は大学生のうちに絶対やっておくべきことっていうタイトルでお話します。今から話すことは僕がただ知ってるだけの情報ではなくて、僕の実際の行動体験に基づいたお話です。結論から言います。大学生のうちにやっておくべき行動トップ3、こちら。バン。好きなことを見つける。好きなことで結果を出す。好きなことでお金を稼ぐ。この3つです。プロセスで書くとこうです。もう少し幅広げると、好きなことが分からないっていう状態から好きなことを見つけて、好きなことで結果を出して、好きなことでお金を稼いで、それが仕事になる。そのプロセスの真ん中3つを大学生のうちにやろうぜっていう話で、今から 1,2,3 について具体的にお話していくんですが、その前になぜこの話するか背景2つお伝えします。1つ目が時代の変化。世界はグローバル化してます。そして日本は少子高齢化。そんな中で日本の会社は1人当たりの労働生産性を向上させなければならない。なぜならそうしないと外資の企業に淘汰されるから。なので今実際に会社がやってるのが、終身雇用制度廃止してるし、生産性の低いジェネラリストは解雇されてるし、スキルのあるプロフェッショナルを採用してる。そしてそのプロフェッショナルを流動的に配置している。そうすることで労働生産性を高めてます。で、そんな中で個人はどうするべきかというと、実績を積んでスキルを身につけてプロフェッショナルになる必要があるんです。これが時代の流れで、背景2つ目が好きなことして生きようぜっていう話。好きなことして生きたいじゃないですか。好きなことでお金稼いで、好きなこと仕事にしたいじゃないですか。それだけです。で、今はそれができる時代、それが実現可能な時代だから、時代の背景として求められる人材っていうところと、好きなことやろうって、この2つがこのお話をする理由です。では実際に3つのプロセスについてお話していきます。じゃあ1つ目の好きなことを見つける、好きなことを見つける方法、それは行動することです。好きなことを見つけるまでのプロセスがこちら。好きっていう感情を生むためには経験が必要で、その経験を生むためには行動が必要です。なので経験の量を最大化する、そのために行動の量を最大化する。好きなことを見つけるためには行動の量を最大化する必要があるんです。この行動の量を最大化する、これを大学生のうちにやりたい。なぜなら時間ありますよね。大学生の皆さん、時間があるはず。4年間も時間があるんです。行動の量を最大化して経験の量を最大化すれば、4年間で好きなこと見つかるんじゃないですか。僕は実際にたくさん行動しました。大学に入ってやったこともない演劇部に入部しました。夏休みには初めての海外一人旅でインドを旅しました。バックパッカーサークルを作ったり、フラッシュモブをやったりしました。アウトドアサークルも作りました。0円でヒッチハイクで日本一周に挑戦しました。空き家を改装してカフェバーを作りました。ラーメン屋でアルバイトをしました。大型二輪免許を取りました。神戸のクラブでアルバイトしました。外国人10人、日本人10人のシェアハウスに住んだり、ビジネスプランコンテストに出場したり、無人島サバイバル生活に4回挑戦したり、アメリカ大陸を横断しました。ラオスで象使いの免許を取りました。ユーラシア大陸を横断しました。アフリカ大陸も縦断しました。アフリカ大陸最高峰キリマンジャロに登りました。テックキャンプでプログラミングを勉強してみました。本気で筋トレをしてみました。僕は大学生時代、人よりも多く行動してきた自信があります。なぜ行動できたかというと、見返してやるっていうその思いがあったんです。僕は浪人して周りの同級生よりも1年遅れて大学に入学しました。浪人して周りよりも1年遅れてるっていう劣等感と、全力で中学生高校生時代を生きていなかったっていう、サッカーもやってたけどサッカーも全力でやってなかった、そこへの後悔が凄まじくて、その分を絶対取り返すって、大学生時代で取り返すって、
心に決めて浪人中ずっと勉強してました。そして大学生になったらもういっぱいやったるって磨いてやるってすげえやつになってる、そう思って行動をしてきました。行動することによってのみ世界が変わるんです。それを知った僕は大学生時代、迷ったらやる、迷ったらやる、迷ったらやる、このマイルールに従って行動の量を最大化してきました。行動することなんてね、誰にでもできるんですよ。誰にでもできる。スキルとかも何もいらん、迷ったらやる、これだけ。自分にはそんなことできない、言い訳です。絶対できる。プロセスの一つ目は好きなことを見つける。好きなことを見つけるために迷ったらやるっていうマイルールを設定して行動の量を最大化すること。二つ目のプロセス、好きなことで結果を出す。ここに関してはもう本気でやると、それしか言いようがないです。好きなことが見つかったんだったら好きなことを本気でとことん突き詰めてやりまくる、ただやりまくる、それだけだと思ってます。うまく最短で結果を出す方法に関してはビジネス書を読んでください。そしてすでに成功している人のやり方を真似してください。参考までに筋トレを例にします。僕は大学4年の時に筋トレが好きっていうことが分かりました。そして本気でやったんですね。そしたら本気でやったらちょっとは結果出るんですよ、絶対。まあ筋トレに関しては、で本気でやると結果が出て、そこで楽しくなって、さらにハマって、そしてさらに結果が出るっていう好循環が生まれました。結果を出すためにはまず本気でやって小さな結果を出す。では最後3つ目のプロセス、好きなことでお金を稼ぐ。まず情報を発信します。そしてその情報に共感してくれる人が集まってくれます。そして集まってくれた人に対して価値を提供する。最後にその提供した価値の対価としてお金をいただく。このプロセス、それぞれのプロセスについてお話します。まず情報を発信する。情報を発信する手段は無限にあります。ブログ、YouTube、Twitter、インスタ、ノート、LINE、メルマガ、TikTok、 いろいろあります。ここで発信する内容は自分が大好きで、そして結果を出していること、これについて発信してください。さっきまでのプロセスのところ、自分が本当に好きでそれに対して結果を出してたら、次のプロセス、共感する人が集まります。この人すごいとか、自分もこの人みたいになりたい、教えてほしいとか、そんな人が集まってきます。そして次、彼らに対して価値を提供する。価値提供の手段としては2つあると思って、1つ目が自分の商品を売る、2つ目が他人の商品を紹介する。自分の商品の例でいくと、例えばノートだったりとか、サービスでもいいですね。サービス、コンサルティングとか、お話しするとか、トレーニング指導を行うとか、たくさんあります。2つ目の他人の商品を売るは、まあ、アフィリエイトとか広告を貼るっていうところですね。そして商品、自分の商品を売ったり他人の商品を紹介することで、その対価として、その価値提供の対価としてお金をいただく。この対価としてお金をいただく、これをどん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 大きくしていく。するとそれが仕事になります。はい、まとめます。大学生のうちにやっておくべきこと、トップ3、1つ目が好きなことを見つける、そして好きなことで結果を出す、そして好きなことでお金を稼ぐ。これを大学生のうちにやろう。今はそれができる時代、今はそれができる時代なんですよ。僕の友達 DNA で部長やってるやつが言ってました。本当のトップ層は会社に就職せず、もう自分で事業をやってると。そりゃそうだろうなと思いました。その好きなことを仕事にするを大きくして、周りの人巻き込んで、もうすでにやってるんです。今はそれができる時代なんです。そう、すべき時代なんです。そう、好きなこと仕事にできる時代なんです。そうやって生きたいじゃないですか。嫌な仕事をして、この一回きりの人生終わるなんてクソじゃないですか。やりたいことやって生きたい、で好きなこと仕事にするなんて、そんなんできひんよっていうやついるかもしれません。うるせえわと、うるせえ、そんなやつのことはもうシャットダウン、もうそんな人生諦めたようなやつの言うことは聞かなくていいです。自分には可能性がある、全ての人に可能性があります。あなたにも可能性がある。可能性はあるんです。やるかやらんか、それだけ。だからこの動画見ていただいたあなた、好きなことを仕事にしましょう。すぐにはできない、すぐにはできないですよ。何年かやったらできるんで、仕事にしないまでもいい。好きなことでお金を稼ぐっていうのは誰にでもできます。そのためのファーストステップとして、大学生の時間がある、今好きなことを見つけるっていうところをクリアするために、行動の量を最大化してください。絶対できます。で、僕がなぜこんな話をしているかというと、人生一回なんですよ。人生一回、人生一回しかない。
死にます僕らはいずれ。そんな一回の人生の中で好きなことやっていきたいじゃないですか。だからやろうぜっていうことの方が幸せじゃないですか、ね、簡単じゃないかもしれないけれども、努力して行動を継続すれば絶対にできます。僕も行動しまくって、筋トレが好きだしコーチングも好きって分かったんで、今その会社を作って経営してます。できるんです、やればできる、やろう、それだけ。まず行動しようぜ。ではこの動画見ていただいてありがとうございました。よければグッドお願いします。そしてチャンネル登録お願いします。僕もまだまだ発展途上なので、ここからどん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 行動して継続して成長していくんで、一緒に頑張ります。